メンドシーの岬海岸地図メンドシーの岬は北アメリカ大陸西海岸の北緯40度線よりもわずかに北に位置する太平洋に面した岬である。なお、カタカナ天気ではメンドシノ・ミと表記されている例も見られるものの以降はメンドシーの岬で統一する。メンドシーの岬は北緯40度26分24秒整形124度24分34秒。 北緯40.44013度成形124.4095度40.44013-124.4095付近に位置する。この場所はアメリカ合衆国西部カリフォルニア州北部のメンドシーの軍ではなくメンドシーの軍の北に接しているハンボルト軍に属している。なお、この岬は島諸部を除くとカリフォルニア州においては最西端にあたる。 参考までに、カリフォルニア州の最西端の島は、シュガーローフ島だが、この島はメンドシーの岬のすぐ沖合に位置している。この他に、付近には例えばプランツ岩礁と呼ばれる岩礁も存在する。プランツ岩礁は付近を航行する船舶にとっては、特に危険であり、たびたび海難事故が起きてきた場所でもある。メンドシーの岬には灯台こそ設置されているものの、 この岬付近の海岸はロスト海岸と呼ばれているほどカリフォルニア州の海岸部では開発があまりされてこなかった地域である。これはロスト海岸付近は地形が険しいことが一因である。1985年から2003年にかけてのメンドシーの岬付近で起きた地震の震源地。メンドシーの岬付近はアメリカ合衆国の大陸部分の中でも非常に 地震活動が活発な地域として知られている。規模の大きな地震も発生しており、例えば岬の西の沖合で発生した1992年の4月25日から26日にかけて起きたメンドシーノ三地震のモーメントマグニチュードは7.2に達した。ただ、カスケード沈み込み隊は1992年のメンドシーノ三地震よりももっと強力な地震を発生させ、 さらに津波も引き起こす危険性をはらんでいると考えられている。多くの地質学者や地震学者はもしかしたら1992年のメンドシーの岬地震は北部太平洋で発生するより巨大な地震の前兆現象の可能性もあると信じている。メンドシーの岬の沖合の地下にはメンドシーのトリプルジャンクションと呼ばれる部分が存在する。 地質学で言うトリプルジャンクションとは、三枚のプレートが重なっている場所を指す。現在の地球上では特に大きなプレートである、太平洋プレートと北アメリカ大陸プレートとの境界にも近い上に、カスケード沈み込みたいで、北アメリカ大陸プレートの縁の下にコルダプレートが沈み込んでいるのである。メンドシーのトリプルジャンクションの西にはメンドシーの断層が伸びており、これは、 太平洋プレートとコルガプレートの境界なのである。その上、太平洋プレートと北アメリカ大陸プレートの境界にあたり、サンフランシスコ地震などたびたび大地震を発生させている横ずれ断層のサンアンドレアス、断層とも近いのである。この岬の名称は、スペインの冒険家であったアンドレスでウルダレータがヌエヴァ・エスパーニャの福王であった。 アントニオデメンドーサに敬意を表して1565年に命名したものである。16世紀以来北アメリカ大陸の西海岸をめぐってメキシコのアカプルコまでの旅の際にメンドシーの岬はランドマークの一つとされてきた。1848年にアメリカ合衆国は2018年現在のアメリカとメキシコの国境からメンドシーの岬付近までの地域を メキシコから割動させて、自国の領土とした。1868年12月1日には、三崎から南南東に約3 0 0トルに位置する都市サンフランシスコで製造した部品をこの地で組み立ててメンドシーの三崎灯台が設置された。なお、2013年に新たに作られたメンドシーの三崎灯台は、元々の灯台の位置からは少し違った位置に設置されている。 シュガーローフ島のシュガーローフとは直訳すると塩水系の固めた棒状の砂糖のことであり、比喩的に棒状の砂糖のような形状をした丘のようなものを指すこともある。なお、シュガーローフ島は会食柱として形成された島である。プランツ岩礁のブラントとは先端が尖っていない丸まった形状をしたものを意味する英単語である。 メンドシーの岬が西に張り出している。例えば、アメリカ合衆国西海岸北部のシアトルや、カナダ南西部のバンクーバーなどと、アメリカ合衆国西海岸中部のサンフランシスコとを結ぶ約1 5 0 0トルの航路は、メンドシーの岬の沖合を通過する。AB ケープメンデスのハット、シュガーロフアイランドスペシャルクロージャーハーキブド2015年7月13日。 アットザウェイバックマシンカリフォルニアマリン・サンクチュアリ・ファンデーションアクセスト・ジュライ12 2015ケープ・メンデスの CA Light houses of the US,、ライトハウゼス・オブ・ザ・イ・ s スエ・ウ、e、ィ・ギ・ハー・ウィス・エ、e、フ・アー・ウ o エ u s ー・ウィン・デス・ド2012年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年9月6日閲覧ユスグスケープ・メンデスのカリフォルニアア・アース・コーエイクス 2009年10月21日閲覧。キャシー・モーリー、ホワイト・ウィーハブ・アース・コーエイクス、A ・ユニーク・ジオロジック・セッティング。2006年9月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年10月21日閲覧。ラウリット・ラス・ノーザン・カリフォルニア、ライトハウゼス・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、ユニバーシティ・オブ・ノース・キャロライナ・アット・チャペル・ヒル。2012年9月9日。 閲覧、ありがとうございます。